最近、中国はサウジアラビアとイランの関係正常化に多大な役割を果たしました。世界平和に対する大きな貢献であり、私は極めて高く評価しています。中国がそれを成し遂げたのも、中国外交の背中に仁と序の精神があったからだと私は確信しています。私の提唱する東アジア共同体も、東アジアを不戦共同体にするためのものでありますけれども、それは同時に東アジア、ひいては世界に友愛精神を広めることにつながると考えています。